私たち建築を作るときに、それは公共か公共じゃないかっていうことと関係なくて、やっぱり公園みたいな場所を作れないだろうかと。でそれっていうのはやっぱりいろんな年代の人が一緒にいられるし、目的も違う。でなんとなくそれぞれが快適に過ごしながら、でもまあ、あっちこの場所っていうのはみんなで一緒に使ってるんだなっていうことをこう無意識に感じられる。たとえ美術に興味がない人でも来れるという、普段着で来れる美術館、敷居が低い美術館というスローガンがあったんですね。でそれがそのまま建築になったっていうところがあると思うんです。まあ、中がよく見える、人々の活動が見える、無料で横切れる、玄関がいっぱいあるという、四方八方に開かれているというようなこと。あとはアートが見える。街は美術館だし、美術館は街のようなのっていうようなことを提案したんですね。でなんとなくその美術館だけがこう切り離されるというよりも、やっぱり街とともにあるし、美術館の中もその延長になるというようなことを、まあ、考えたんですけど、なんか建築ですからやっぱり雨や風やしのぐためにこう境界が一応きちっとできるわけですけど、こうすごく外から切り離されたものをこう作るというよりは、できるだけなんかいろんな関係が生まれるもので、もう当然ガラスでも壁でもこう仕切られるわけですけど、何かこう感じられる、そういうものを作りたいと思うときに、まあ全部厚い壁よりはやっぱりガラスがあった方が視覚的に見えるとか、あの壁でもアルミだとこう柔らかくこう映したりして、外から見てもなんとなくこう連続性だったり、そういうものを感じられるような建物の在り方を作りたいと思って使ってます。ダイナミズムが西洋的なものと違う、なんか動的なものありますね。やっぱりこの豊かな地形と自然のこのアジアモンスーン型のこの気候の中で生まれてきた何か流動的なものっていうのは、全ての建築に及んでいると思いますね。あと別に建築の作品ってことじゃなくて、日本にある全ての建築にも関係すると思うんですけども、清いっていうか、清いっていうのかな、それはすごい、なんていうのかな、それも地形も関係してるのかもしれないんですけども、大陸で我々が見たこう建築のなんか圧倒的な建築の存在界とは違う清いさはある。でそれはやっぱりベースには、気候風土もあるし、やっぱり宗教性があるんじゃないのかなと思いますね。たとえみんなが、自分は神道でもない、仏教でもない、無神教だと言っても、なお残る何かそういう信心深さっていうか絶対あると思いますね。